ベロベロになってたから、それをね、あの XQ 君がくれて、ありがとう、ありがとうございます。 XQ さん対戦会お待ちしてます。でもね、あ、そういえばまあこの間なんだっけ、ホテルで話したと思うんだけど、そのエスタない問題あるじゃないですか。で、あれって結局そのエスタはあったんですよ。まあもう一度同じあれを説明すると、デルタだったんですけど、で行ってたら外国の方だったんですけども、その受付の方が、いつ通りましたかみたいな言われて、あ、いやちょっとわかんない、自分で撮ってないよねって、どなたが撮りましたかみたいな、あ、いや、え、マネージャーなんて名前ですかみたいな、結構なんかガン詰めされて、いや、あの何々さんっていう人ですみたいな、で結局、いや、ないですって言われて、あ、いや、え、ないですか、本当に本当にないですか、ないです、お客様エスタないですって言われて、はい、その場合は、あ、あの出発できませんって言われて、でさすがにさ、俺もちょっとそうなのかと思って、いや切れてたのかエスターと思って、でもまあすぐ取れるものだし、明日になったら出発できるみたいな話だったから、あの1日あれば取れるからっつって、じゃあまあしょうがねえかと思って、まあ帰ったわけですよ。まあこれでね、本当に今年に入って3回目ですよ、素直に飛ばなかったのが。まあまあ、それはいいんですけど。で、たら夜中にしのさんから、まあ時差があるんでね、夜中に連絡が来て、いや、エスタありますよと。CEO の時に問い直してるから、エスタありますよって言われて、えっつって。でも、はっきりないって言われましたみたいな。だからなんか、その、連絡してくれて、だからなんか向こうもなんかごちゃごちゃしたらしいけど、まあとにかく、まあ、あるわけで、エスタは。まあだから向こうのミスってことになると思うんだけどね。で、まあ乗りまして。で、だ1日遅れなんですよね。本当はフードと一緒に行くはずだったんだけど、まあ1日遅れで。そしたらまあ R が一緒で、うん、で、でね、どこだっけな、あれは、ロサンゼルスか、確か。ん?ロサンゼルスじゃなかったかな、確か、あ、違う、ロスじゃねえか。まあいや、どっかわかんないけど、アメリカのどっかで乗り換えってなって、で、そしたら、なんかパスポートを、まあ要するに見して、一旦その、まあ、乗り換える手続きみたいなのするときに、俺のところの係の人が、ちょっとお前来いみたいな感じになって、んで、R が、なんか、どうしたんですかみたいな。まあ、あいつちょこっと英語わかるから、どうしたんですかみたいな感じでやってんだけど、いやいや、まあまあ、ちょっと、なんか、結局なんて言ってたのかわかんないんだけど、なんか別所連れてかれて、で、そこでなんかその、パスポートがなんで、最近発行されてるんだみたいな。なんかそんな感じの、多分そんな感じのことだと思うんだけど、で連れてかれてさ、まあ、たまにそういうことってあるじゃんと思って、まあまあと思って入ってったんだけど、だから、英語わかるかって言われて、で、いや、わからんっつったら、あ、オッケーオッケーって。だから、ノーフォン、ノーフォンみたいな、携帯使うなみたいな感じで言われて、あ、オッケーオッケーみたいな。って言ってたんだけど、なんか、しのさんからすげえ電話かかってきてたの。で、どうしようかなと思って、でも、ノーフォン、ノーフォンっつってるから、まあいいや、出んのやめようと。でもまたかかってきたらめんどくせえから、LINE で今どういう状況かっていうのだけを伝えようと思って、こうちょっとこう、ちょっとこう下の方でこう LINE ピコピコピコってやろうとしてたら、後ろからツカッツカッツカッって、係の人が歩いてきて、携帯バッて取り上げられて、持ってかれちゃって携帯。あ、こんな、え、あ、そんなにと思って。そんな感じだと思って。いや、でもさ、その、まあ、あ、そりゃそうなんだ。でもさ、俺思うんだけど、その別に悪いことしたわけじゃないわけじゃん、こっちは。勝手に、変な部屋に連れてかれて、ノーフォンって言われて、あ、まあ分かったけど、電話うるせえから、LINE ぐらいさせろよって思っちゃったのよ。まあ俺はね、うん。俺は正直そう思ったの。なのに、勝手に連れてった側が、使うなっつってんだろっつって持ってくっていうのは、いや、おかしくねって。お前が勝手に疑ったんじゃん、俺のこと。
で、しかも俺は別に無実だし、犯罪者じゃねえし、と思って、ちょっとムカつきましたけど、うん。警察と変わらんからダメ。あ、そうなんだ。まあでもね、まあそんなことがありまして、いやでも怖かったな。ああいう、なんちゅうか、その、なんちゅうの、もう、お前は今この瞬間、ゴミだぞみたいな、あの扱い。あれはなんか久々に受けたね。いや、本当にね、なんか久しぶりに、なんか思い出したよ。いや、そうだよねって、久しく味わってなかったけど、なんか、これが、いや、これってあるよねって、その世の中にこういうことってあるよねっていう。足立区そうね。なんか幼少期とか、なんかその日雇いのバイトの時とか、なんかやっぱ、まあこういう扱いだったなみたいな。なんか懐かしかったわ。問答無用で、向こうが上っていう状況。ほんで、まあ、いろいろあって、大会は、初日は、プールは、特に問題なく抜けたのかな、うん、特に問題なく抜けて、で、2日目、そう、モノに当たって、で、最後はプゲラに負けて、で、でもね、なんか全体通して、そんなにね、なんか今の自分にとってね、もちろん、今の自分にとっては、悪くない動きだったかなーって、あ、もちろん反省点はあるんだけどね、動き自体は悪くなかったかなーとは思ったんだけど、まあでもまあ、そんな感じの結果で、でしたね。で、二日目の夜に、なんかね、ちょっと初めてのメンバーで飲んだんですよ。あ、そうそう、布団ちゃんか。布団ちゃん、黒人、フード、孫、XQ くん、あの、いるよね、いたよね。バロンの時の。と、あと、UG くんか。と飲んだんですよ。XQ か。そう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 。そうそうそう、ストリーマーの人たちと飲んで。まあでも、なんかすごいいい人だったね。みんな。マジでいい人だったね。で、俺がね、まあ、久々にめちゃくちゃ飲んで。久々でもない、ごめんなさい。久々じゃないですけど。めちゃくちゃ飲みまして。まあ、肘もね、すりむいて怪我しましたけど、転んで。で、なんか、ホテルまでさ、俺のホテルまで結構あるよ、距離が。その、キムチレストランから。歩いて20分、25分ぐらいかかるよね。そう。でも、ベロベロになってたから、それをね、あの、XQ くんが支えながら運んでくれて。ありがとう。ありがとうございます。いや、若いのね。いや、貫禄マジでえげつなかったけど、28とかで。XQ に何払したの？何払もした覚えというか、まあ、記憶ないんで、きちっとじゃなかった。ああ、確かにね。そう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 。結構楽しかった。結構長時間いた気がするな。そうそう。でもなんかいい人だなって思った。あの人たちは。とても。いつかお礼をしなきゃね。次のゼッタ対戦会を言ってあげて。あれ？あ、そうかそうかそうか。あの、ゼタか。二人ともゼタ？ UG もゼタ？ XQ はゼタ？ Q さんは主催？あ、そうなの？行かないとね。XQ さん、対戦会お待ちしてます。まあ、そんな感じかな。他なんかあったかな？他なんかありましたっけ？もう、逆に俺が覚えてないから、二回声かかってるんだよな。いや、そうなんですよね。でもなんかタイミングがね、悪くて。9が悪い、9が。